はようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツカやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今回はですね、3周年直前ガチャ後半やっていきたいと思います。あのね、多分これね、まあもう190連200連くらい引いてるんですけど、ちゃう持ったわ、150連ぐらい引いていて、多分この50連で200連になるんだよね。まあ1日1回10連分もらえるわけだから。でね、200連、まあ、今150連ぐらいして来てる星5の数が2人なんだよね。 5% じゃなくないかこれ、 2% じゃないのこれ。ということでですね、ちょっと今回この50連をしてね、2% か 5% か見ていきましょう。さあ欲しい選手はね、ティロキエラとか結構私はいいんじゃないかなと思います。もうあとはね、前回言ったナインゴランだとか、あとはマフレズとかもね、いいよね。ここら辺の選手はですね、すごく将来性がある選手なんですよね。まあ、特にマフレズに限っては、マンチェスターシティ染めが来た時に、ライトウィング、まあ、ベルナルド・シルバが来るのか、マフレズが来るのかっていうところではありますが、私はマフレズを推したい。で、もしもそこで来たら、限界突破の素材になりますし、まあ、そういう面でいくとね、マンチェスターユナイテッドのルークショー、ワンユーガチャが来ていて、追加のレフトサイドバックが誰になるかって話なんですが、まあ、アーヴィンとかね、結構いい選手もいるんですが、ルークショーも悪くないなと私個人的には思っていてですね、まあそういうね、将来ガチャに追加されそうな、将来性のある選手をちょっと取っておくといいかななんて思います。さあ、引いていきましょう。このガチャは果たして本当に 5% なのか、それとも 2% なのか、それとも 0% なのか、 0% ではない。みんな逆にどうなんですかね、超えてる、なんか150連引いて結構星5来てますって人いるんですかね。150連引いたら6人7人ぐらいかな、うん、5、6人来てればいいのか、まあ普通ぐらいか。どうなんすかね、150連して10人ぐらい星5来てる人いるんかね。なんか別に上振れがあっても全然いいわけじゃないですか。このゲームなんか下振れしかない気がするんですけど、上振れがあってもいい気がする、この無料ガチャにおいてはね。通常ガチャは多分そんなことない気もするんですけど、でもそうでもないか。結構あれだよね、いろんな人の動画を見て、他の実況者さんとかの動画見たりだとか、あとコメントでいただくやつとか見ると、まあまあまあって感じだよね。うん、まあ、何でもいいんです。何でもいいんです。来てくれれば。もうナインゴランが一人来てくれれば、私は何も文句を言いません。お願いします。タミヤス。さあ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 。あ、マルセロ・ブロゾビッチ。いやー、クロアチアは多いですよね、本当に。さぞ優秀なんでしょう。さすがワールドカップ準優勝。え、ワールドカップいつ、来年 ?2022 でしたっけ、だったよね、確かね。ちょっと期待したいですけど、コロナでね、やるのかどうかっていうところもありますが、まあ当たり前のように、星5は来ない。当たり前のように星5は来ない。さあ星4だね。このね、星4とね5のね差がでかすぎてな、このゲームまあソシャゲなんで全部そうなのかもしれないんですけど、さあ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 、欲しいよ、いい選手が欲しいよ。ルーカス・バスケス、うーん、星4だね。結構星4だね。いいんだけどね、別にね。ありがとうございます、星4もね。フォルシュブリ、私結構好きな選手なんで。キラータックル。さあ、めちゃくちゃ星4来てくれるね。クリスティアン・サポタ。はいはいはい。星3。オーウェン・ワインダル。はは。来ねえな、マジで。マジで来ない、星5。星5来ねえな。来ないな。マジで星5来ないな。来ねえな。マジか。もうちょっと来てくれてもええんやで、星5。
さすがに 5% だからね。いや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 、どうなんだろうねこれ。さあ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 、座りをめいて、星4、ラウラ・アルビオル、マジでこやん、やばい、マジで星5来ない、止まれ丸、来い、これ星5、うん、星3、このさ、パンパンパンって星が表示されてから、ダンダンって星5演出来てくれるとテンションが上がるんだけど、どうすか、運営さん。パンパンパンからのバンバン、どうすか、新しい演出。みんなテンション上がるんじゃないですか、これ。さあ、やべえ、マジでやべえ。ほんと星5こやん。あかん。じゃ星5来るって信じていこう。星5来るって信じていこう。そろそろ来るんじゃない、これ。あ、5秒や。ゴベア、お前前回も来てくれたな、ありがとう。2人目のゴベアですね、ありがとうございます。ゴベアさん、野心ブーノ、野心ブーノも前回来てくれたね。星5が欲しいんだよね。星5が来てくれると私は嬉しい。あと、え、マジやばくない、これ200連とか引いて星52人、やばいな、それやばいな。どういうプレイ方したらそういう収束の仕方をするんですか。ちょっと頼みますよ、クリスティアン・ワッツ、ライアン・バートランド。いや 5% ないだろマジで。ノリート、いいんだよ、全然全然いい。別にね、 5% 出せっつってるわけじゃなくて、 5% で出てこないんやったらね、 2% とかって書いといてほしい、初めから。全然いいんだけど、 2% って書いててくれたら100連で1人だよねみたいな。でも 5% って書いてて100連に1人とか、前回の動画、前回のね、スターズの時とか1900回とか引いて、もっとか、2900回とか引いたんか分からんけど、1900回ぐらいだっけ、まあでもそんぐらい引いてて、1000の単位で引いてて、で、0.4% 弱に集約したんですよね。0.5% の、あ、5% の確率が 4% 弱、3.8% とかに集約してて、もうこんだけ引いて 3.8 とかに集約してたら、それもう 3.8 やんみたいな。ブレるって言っても4やんみたいなね。お、ファンビジョ、いいね、ファンビジョ、ありがとうございます。もうこの諦めのペラ引きでいきます、私は。頼む、マジでマジで来てくれてもええんやで、マジで来てくれてええんやで来る気配がねえ、マジ200連近くして星5、2はきつい、マジで。きつい。マジできつい。マジできつい。来い。あかんねえ、あかんねえ。ルーベン・デュアルテ、あかんねえ。さ、頼む。デニス・ブラー2。こなすぎる。星5がこなすぎる。やばい、マジで。マジで来ねえ、星5。フースデン。マジで星5来ない。やばい。やばい。ラザーニャ。マジでやばい、これは。ルークショー、やばいよ、本当にやばいよ、マジでやばいよ。200連して2はやばい、っていうかやばい。 5% だよねこれ。 2% とかじゃないよね、やばいね。ちょ、大敗北を喫してしまいましたね。まさか後半ゼロか、しゃーない。まあもう無料ガチャなんでね、しゃあないんですけど、ちょっとちょっともうちょっとどうにかしていただけたら幸いです。運営さん、頼みます。全然確率上げろってわけじゃないんで、表記だけ考えていただければ5% ではない、これは。ちょっとね、すいません、愚痴っぽくなっちゃって申し訳ないんですけど、すいません、愚痴らせてください。 5% ではないってことで、はい、みんなのところにはね、来ることを祈っております、うん。
私、あ、まあ、逆にね、逆にこれ私のところに来なかったからみんなのところに行ってる説あるから、そうしよう。そうやって考えたら、お、気分が楽になった。もうみんな俺の代わりに LINE ご覧引いといてくれ。お疲れ、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。